天命、遥か昔より崩壊と戦う組織。その組織を支えるのは3つの一族。主教を司るアポカリプス一族、聖女を司るシャニアテ一族、騎士を司るカスラナ一族。天命組織を統御するアポカリプス一族は他の一族と違い、崩壊と戦える力を持っていなかった。崩壊に対抗できる力をその手に入れるため、1972年天命組織の主教アポカリプス一族の課長オットー・アポカリプスは秘密の計画を始めた。ここはどこ？私は誰？実験体 A310 号誕生。実験成功。バイタルサイン正常。崩壊エネルギー適応度 69%。 適合度が少し微妙だね。 A310、 それが私の名前？あなたは誰？生まれてすぐに言葉を理解して喋れるのか。この実験体は他の実験体と違い、自分の名前を知りたがっている。まさか本当に自我意識を持っているのか。A310、もしこれから試練に耐えられたら、僕の名前を教えてあげるよ。それと君にも名前をつけてあげる。私に名前？説明はここまでだ。覚えておけ。欲しいのなら戦って手に入れろ。まあ失敗したら全部失うけどね。君たちの中で生き残れるのは一人だけだ。つまんない。ふん。作戦即決よ。